秋元市長、3月といえば何を思い浮かべますか？3月ですか、まあ、卒業とか、まあ、送別会とか、まあ、こう新生活への区切りということですかね。はい、私もそう感じます。皆さんこんにちは、札幌放送芸術専門学校の西田真由子です。皆さんこんにちは、札幌市長の秋元克弘です。今日は札幌を離れる方、来られる方に向けた秋元市長の思いを伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。秋元市長、3月といえば、札幌を離れたり来られたりする方が多いイメージがあるんですが、実際の状況はいかがですか？あ、そうですね、統計もまさにそうなっていましてね、昨年の3月で言いますと約1万5000人の人が札幌を離れて、1万4000人の人が札幌に来ました。まあ、他の月の3倍から4倍は出入りがあるんですね。やっぱりそうなんですね。札幌から引っ越しをする場合って道外に出ていく方が多いんですよね。そうですね、去年1年間で言いますとね、道外に引っ越した方が3万人程度いらっしゃって、はい、道内の他の市町村へに行かれた方っていうのは2万8000人ということですから、まあ、若干道外に行く人の方が多いという状況です。なるほど。ちなみにね、平成27年の国勢調査、まあ、速報結果っていうのはこの間公表したばっかりなんですけども、はい、札幌市の人口が195万4307人ということで、はい、増加をしてるんですけれども、道内の他の市町村は、まあ、軒並み人口が減っているという状況なんです。それは寂しいですね。実は札幌市も人口が減少していくことが予想されているんですよ。でも札幌の街の魅力を維持発展させていくためには、人口の減少ということを傍観しているわけにはいきません。どのような対策があるのですか？はい、1月に札幌未来創生プランというものを発表させていただきまして、はい、対策の基本的方針ということを打ち出しました。はい、人口の増減の鍵を握る若い人たちは札幌や北海道を離れたくない、そして、まあ、地元で就職をしたいという方が圧倒的に多いんですね。確かに札幌離れたくないです。まあ、そうなんですけれども、地元に就職先がなかったりするなど、まあ、希望が叶わないでね、離れていく方ということが、まあ、少なからずいらっしゃるんですよ。まあ、そこで、まあ、大切なのが地域に定着できる環境づくりを進めるということが重要でして、安定した雇用の場を作っていかなければならないと考えています。はい、道外へ出ていく方の数と、それから道外から入ってくる方の差、はい、まあ、転出超過数っていうんですけれども、このプランでは平31年に20代の方の転出超過数を平成26年の半分、1300人にするということを目標にしているんです。はい、若者が札幌に残れるようにしていくわけですね。そうですね、まあ、そして人口減を根本から止めていくっていう必要がありますんでね、はい、まあ、結婚や出産を望む市民の希望が叶えられる、まあ、そういった社会の実現を目指していくということも重要だと考えています。札幌未来創生プランはホームページからご覧いただきますので、まあ、ぜひアクセスしていただきたいと思います。秋元市長、残念ながら今年札幌を離れる10代後半から20代前半の私たち世代の方に向けてメッセージをお願いします。はい、進学や就職で道外に行く方、新しい地でも土産子らしいおおらかな気持ちを大切に元気でお過ごしください。まあ、そしていつか必ず札幌に戻ってきてください。道外での貴重な経験を札幌に還元していただきたいと思います。きっと札幌に戻りたいって感じる時がありますよね。離れたら余計に札幌の素敵さがわかると思います。1970年後半から80年代にカムバックサーモンという運動が盛んになりましたが、人口減少を控えたこの時代、カムバック若者ということで、札幌もしっかり対策を進めてまいりますので、
皆さんのお帰りをお待ちしています。次に札幌に来られる方にメッセージをお願いします。はい、まさにようこそ札幌ということなんですけれども、札幌は生活する上で不足することが少ないですし、四季も明瞭、空気や食べ物も美味しいので、札幌北海道ライフを十分に満喫していただきたいと思います。ところで札幌の二度泣きって言葉知ってますか？知らないです。どういう意味ですか？転勤族の方から生まれた言葉のようなんですけれども、はい、本州から札幌へ転勤が決まった方は、なんであんな寒くて遠いところへと、もうそういうふうにまず泣くんだそうですね、はい。まあ、そして数年経って札幌から別のところに転勤が決まると、まあ、今度は札幌を離れたくないというふうに泣くんだそうです。なんだかわかる気がします。札幌に来た方へ一番のおすすめは何ですか？そうですね、これから腰を落ち着けて生活をしていくと思いますので、まあ、せっかくですからまずは高いところから札幌を一望していただきたいですね。高いところですか？はい、藻岩山、テレビ塔、JR タワーなどいろいろありますが、はい、なぜおすすめかというと、北海道開拓の父と言われた島吉武は、はい、当時原野であった札幌に世界一の都を作るという壮大な構想を描いて、五番の目の整然とした街並みを進めたんですね、はい。その際に丸山から札幌を眺めて基本の軸というものを決めたんです。へ、開拓の父もまずは高いところから札幌の街を眺めたということなんですね。まあ、そうなんです。札幌の歴史の原点を体験してほしいと思うんですが、まあ、ちなみにこの像が島吉武の像なんです。札幌の未来を眺めてるんですね。今日は札幌を離れる方、来られる方について秋元市長にお話を伺ってきました。市長、最後に一言お願いします。はい、札幌を離れる方、札幌はいつでも皆さんのお帰りを待っています。街はどんどん変わりますので、離れても札幌の情報にアクセスしてください。そして札幌、北海道の魅力を広めてくださいね。また札幌に新しくいらっしゃった方、充実した札幌ライフをお過ごしいただき、長く札幌でご活躍ください。それからぜひご出身の町の魅力を私たちに教えてください。反対に出身地へは札幌、北海道の感想をお伝えください。それが新しい文化が誕生するきっかけになると思います。最後に皆さん、季節の変わり目、生活環境も変わる時期ですので、お体に気をつけてお過ごしください。それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。